こんにちは、チョメです。今日も仕事から帰ってきた状態です。で、仕事行く前はこのトンガラシとか、あのこういうなんていうんだ、ピーナッツとか、あのなかなかできにくいもの、時間がかかるものを作って出るようにしてます。そしたらね、この豚の餌とかね、そしたらね、結構効率的よく帰ってきたら、なんかいい具合にできてるからね。で、あとあのちょっと変えたのが、あのこの左上のこのなんていうんだろう、マッチポイントっていうのがあるんだよね。マッチポイント、これ見るとわかるけど、これじゃなかった、これ、あの例えばだよ、これ建てたかったんだけどさ、これあの缶詰工場建てて出たんだけど、この燻製工房も15,600いるんだよね。で、14,000しかないんだよね。で、これどうやって増やそうかなと思ったら、これあの最初からあるこのどんどんデフォルトのやつか、これか、このね、茶色いウッドブランコを作って出たんだけど、これ1,050もらえるの。追加でも1,125で、一番右のやつのやつは普通の道とかでも3とかで、このなんかいい感じのやつのこのオレンジのアイスバーでも60で、ワニのベンチも65だから、結局これを2つ立てないといけないんだよね。これ1個でもいいと思うんだけどね、無駄にこうやってちゃうから、あのここにねいっぱい立ててきたこれじゃないとやれないから。で、じゃあちょっとドラゴンとか見てこよっか。お、お手伝いしてくれてる、ありがとうございます。あ、しかも3人とも、わー、感謝、ありがとう。こうやってなんか手助けを呼ぶって言ったら手伝ってくれるんだよね。で、こっちは、あ、こっち、あ、応援を呼ぶやってなかったわ。あ、やって出ればよかった。あ、違うわ、あの巣はまだ解放されてなかったんだ人いばっか頼っちゃいけない。だからトウモロコシとキャベツか、キャベツやな、レタスか、ちょっと収穫して。あ、トウモロコシとレタスやってないな。そっか、ちょっと今からすぐ収穫してやるか。満タンになるんだね、倉庫が。やっぱり満タンになっちゃった、泣かした。だからレタスを大量に植えようと、あとトウモロコシか、ちょっと取るよ。レタスと、もうレタスは全部やっていい。あ、レタス、あ、2つレタス、あれ作らんやいけんかったわ。ちょっと待って、ぐだってるわまあ私の実況ってぐだってるからね、結果の。わあ、ちょっとこれ取れないわ。よし、何が言いたいかというと、ちょっとトウモロコシとレタス、これ作らないといけないから。あ、よかった、レタスが足りたわ。こっちはダメだ、これ鶏の餌にしよう。で、こっちの方をこうやってやろう。こうやってやることによって時間が同じになるから、セットしやすくなっちゃう。で、肉とかも取ろうか。ちょっと多肉を優先的に取るよ、時間かかっちゃうから。ちょっと倉庫枠もやらないといけないからね。豚の餌は作ってるから大丈夫。たまに忘れる時があるからね、こうやって。で、こんな感じでやって。で、この左のところの、これは期間限定、時間外クエストだね。道に迷った旅とかよくやってくるのとか、なんかこれはね、どんどんやった方がいい。こうやってもらえるから、右のクリア報酬。お、よし、肉も報酬配達できる。はい、肉結構重要だからね、あの売らない方がいいよ。自分バザーで最初の頃売っちゃったけど。チーズが3つか、トンガラシも配達しとこう。トンガラシは寝る前とかに植えた方がいいわ。このゲーム中にやったら終わらんから。で、パンが7つか、パン7つとチーズ3つ。チーズって使わんかったっけ、こっちとか。使わんか。桃ね、桃の桃。あ、なってる。よかったよかった。足りるかな、桃。よかったよかった。よし、ちょっと桃出そう。ツワンちょっと出したいからね、早いと。はぁ、足りなかったか。ちょっと待って、応援を。こういう場合は応援を呼ぶわ。こっちは、あ、こっち、どっちかしかできないんだ。白砂糖は、あ、ちょっと白砂糖もいっぱい作ってるんだけど、よし、大丈夫かな、大丈夫かな。ほらほら、これもね、どんどん作っていくよ。これもどっちか、白砂糖作っとくか。よし、砂糖きびどんどんね。で、これは砂糖はちょっと添加しよっか。あと1個か。あー、4つか、結構きついな、これ。こっちを応援にすればよかったな、砂糖の方。ま
まあいいや。あ、でも応援とかあんま期待しちゃダメだよ。バター、チーズ、チーズ。チーズは結構使うからね。チーズをどんどん作っとく。今はね。今はね、あの、なんて言うんだろう。インしてるから、こういうのを作った方がいい。で、寝るときはこういうのを作る。ヨーグルトとか。自分のやり方だけどね、自分はそうやってやる。唐辛子も、あの、仕事行く前に作った。だから、今は実況中だから、こういう小麦を作る。これは？これ今いいな。肉とか使いたくないし、これもいいね。パンもどんどん作る。この実況中にどんどん作る。で、この、どんどん作ることによって、この、なんて言うんだろう、このチャレンジミッションのやつの、この作物は、あ、今日作物なんだ。配達。あ、今日違うじゃん、チャレンジミッションが。デイリー作物クレストになってるわ。あ、やった、板手に入った。板結構欲しかったんだよね。変わるみたい。もうなんか工房で作れとかあったんだけど、今日は変わってるね。ちょっと待ってね。なんか前吹きが長くなったな。もう6分経ってるわ。やいね。やること多いね、やっぱ。それだけ楽しいよ、このゲーム。豚の餌ばっか作ってたわ。ニワトリの餌とかなかったわ。まあ、あげとくか。とりあえず。ごめん、犬が鳴いた。うちの近所の犬が。スズメも鳴いてるし。まあいいや。どんどんやろっか。これは？あ、あとバター1個か。あと卵。これは大丈夫だろうね。この辺はパスする、とりあえず。動画を見て、ボーナスで。はい、動画を見終わしました。ちょっとね、昼だからね、あの、近所の車が通る音とか、おばちゃんの声とか聞こえるかもしれない。あの、外でね、おばちゃんが話したりとかしてる。で、これ、貝は、そういったある時にやればいい、こうやって。あ、で、左上のやつがポイントが結構いい感じになってるね。もうちょっとで。入れたらいいや。はいはい。どん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 。あと、桃か。桃と砂糖か。だから、桃も結構拾えるかもしれない。リンゴも拾っとこう。よしよし。これはちょっと、今日中にできるぞ、桃も。砂糖も結構できるから大丈夫だ。問題ない。大丈夫だって自分が理解しても見てる人が理解しないか。これも作り、あ、でね、どんどん作りすぎたらお金が1075ゴールドになったから、バザーにどんどん出してた。お、売れてる売れてる。売れてなかったわ。で、これ、カホさん売れた。なんだ、マジか。よし。あ、こうやってほら、レタスが、レタス使うんだよね、確か。レタスが3パー20し。あ、チーズ入れる、乗せる。トウモロコシと、玉ねぎもか。玉ねぎも作らへんやけ。玉ねぎ、玉ねぎ、玉ねぎ。玉ねぎもちょっと作ってみて。玉ねぎ時間かかるんだよね、確か。結構きついな。買うか。ちょっとレタスを収穫るか。乗せる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 。よし。で、OK、出発。で、これもレタス、真ん中はちょっとあれだから。ちょっとレタスを、ね、育てて。ここにレタス。玉ねぎにしよう、ここ。よし。これは、レタスと玉ねぎも今やってるからね。肉じゃがしとんもろこしもか。じゃクエストやろっか、これ。どんどん。荷物も減らしたいし。てか、ホテルの疲労、蝶々が手伝ってきっといいパーティー。あ、いいわかった。リンゴか。オッケーオッケー。それやろう。リンゴ持ってるからね。はい、これ。レベルアップしたら、あ、それとね、これ、こっち解放しました。あと、こっちも解放できた。これちょっとね、あの、実況してない時だから、いや、多分映してるのかな、うん、解放された時。映してるかもしれない。ちょっと待ってね。チャレンジミッション。作物、どんどんクリアしていこう。よしよし。で、クエストどんどんやっていくよ。あ、これだ。渡せばいいんだ。
はい、次これもうやってたんだよ。で作って出た。はい、これはい、オッケー。どん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 増えていくね。どんどん進めていくよ。ほうほうほう、入る。これで話しかければいいのかな。あ、家具屋で買い物。何か買わなきゃいけんのか。マジかよ、お金ないよ今。え、チムダンだ。マジか。2700。まあ、テレビはチムだろうな。ちょっとさ、しくったな、お金がなかった。貧乏だったわ。買えないんだけど。これは高いだね。これは高い。家具ってでもそんぐらいするよな。いや、無理だった。デイちゃんも。また今度やるわ。だから、作りすぎも良くないか。他は何やる。パンはどんどん作って、こうやってどんどん作るよ。あ、だから小麦もいるね。小麦もどんどん作った方がいいわ、うん、今はインしてるから。他は